息子よ、この世界の果てには幻の聖地がある。ここは人間とドラゴンが共に暮らすバーク島。この島を治めるのはバイキングのリーダーヒックとドラゴンのトゥース。危ない！この島は定員オーバーだ。おいトゥース、どこへ行く？初めて見るドラゴンだ。あの子が好きなのかも。あ、ごめん。ドラゴンたちを皆殺しにしてやる。所詮人間とドラゴンは敵同士なのだ。待て、行っちゃダメだ。この島は危険だ。仲間を救って安全な場所へ避難しよう。目指すのは死んだ父さんが言っていた幻の聖地だ。ボスベイビーのドリームワークスが送る、あの子を助けるんだ。何を？全世界で驚異のメガヒットを記録した人間とドラゴンの世界。このチビが戦うのか。結構強いかもよ。自分の運命に気づいた時、トゥースが王よ。あいつはここにいるべきなのかも。彼らが下した決断が世界を大きく変える。これが運命だ。トゥース、今行くぞ。ドリームワークス、ヒックとドラゴン、聖地への冒険。海の彼方には不思議なドラゴンがいっぱい。踊って、マジックして。消えたわ。絶叫ドラゴンスライダー。みんなに会えばきっと好きになる。ほら行くぞ。ヒックとドラゴン、聖地への冒険。ほら行くぞ。バイキングのヒックとドラゴンのトゥース、永遠に続くと思っていた彼らの世界。しかし、これが運命だ。トゥース、ヒックとドラゴン、聖地への冒険。ずっと一緒だ。おいでトゥース。バイキングのヒックとドラゴンのトゥース、永遠に続くと思っていた彼らの世界。しかし、ドラゴンたちを皆殺しにしてやる。戦闘準備だ。互いの運命を知った時、トゥースが王よ。あいつはここにいるべきなのかも。彼らの決断に世界中が涙する。これが運命だ。トゥース、ヒックとドラゴン、聖地への冒険。ずっと一緒だ。あのボスベイビーのドリームワークスが送る大人気シリーズ、ヒックとドラゴンを紹介しよう。かつて人間とドラゴンは戦いを繰り広げていた。バイキングのヒックが傷ついたドラゴン、トゥースと出会うところからこの物語は始まる。人間とドラゴンは分かり合えると二人の友情が証明した。 Thank you。 お気に入りのドラゴンと大空を飛ぶようになったバイキングたち。彼女はヒックの最大の理解者、アスティ。ある日、ヒックの前に現れたのは生き別れた実の母親、バルカ。そんな時、巨大ドラゴンが襲いかかる。人間とドラゴンが力を合わせてこの危機を脱した。そしてこの冬、シリーズ最新作が公開される。定員オーバーのバーク島を飛び出し、壮大なお引越し。 It's a hidden dragon world。 友情、そして未来のために新たな冒険が始まる。ドリームワークス、ヒックとドラゴン、聖地への冒険。バイキングのリーダー、ヒックの最高の相棒はドラゴンのトゥース。 ある日、トゥースに恋人が。うっそ、消えたわ。ボスベイビーのドリームワークスが送る誰も見たことがないドラゴンの世界へ。さあ、しっかりアピールするんだ。ドリームワークス、ヒックとドラゴン、聖地への冒険。ここは人間とドラゴンが平和に暮らすバーク島。しかし、危ない。この島は定員オーバーだ。さあどうしようか。みんなで引っ越すんだ。ボスベイビーのドリームワークス最新作、バイキングのリーダーヒックとドラゴンのトゥースたちが目指すのは地図にない幻の場所。何があってもずっと一緒だ。ドリームワークス、ヒックとドラゴン、聖地への冒険。